はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、僕どうしてもね、紫五条先生を使いたいんですよ。で、紫五条先生を使ってローゼツどんぐらいいけるのかっていうのを試したいので、今回サポートにですね、五条先生がおるわけでござるんですよね。はい、なので今回この紫五条先生をサポートに加えて、で早々にまあ、ゆうきくんに引き付け残暑を今つけてます。これね、これでまあ自分に攻撃引き付けっていうのができるので、まあ、それでゆうきくんはなるべくね、学長とナナミはずっとバフ掛けしててほしいので、ゆうきくんがまず呪力支援をしてもらいます。はい、で呪力支援したらもう早々に引き付け合って退場してもらいます。でパンダもサブもやられないとサポート出てこないので、サブでパンダをつけて引き付けして、まあパンダも早々に退場してもらいます。はい、でその間ウェーブ1とかウェーブ2の途中ぐらいまで野原ちゃんがまあやっつけ役っていうことで、必殺技っていうよりかはこの腹をお仕事で攻撃力 20% アップするんですよ。なのでそれでずっと 20% でもう攻撃し続けてもらうと、まあ野原ちゃんがとりあえず雑魚を相当する役ですね。で、学長とナナミンがまずバフ掛けをして、で最後に紫五条先生がまあある程度バフが早めにね、紫五条先生がウェーブ2の途中ぐらいから来てもらって、ね、学長とナナミンが2回ぐらいバフをかけたら、今度五条先生がもう出撃すると、一応自バフもかけ続けて、で野村ちゃんがその間に倒して、で最後に紫で全てを消し飛ばしていただきたいなと思います。この五条先生ね、レベル7ね、オッケーいいよいいよ、1666だから。でさらに何がいいって、必殺カウント2を減少はちょっと強すぎる。はい、ということでじゃあいきます。で、ちょっと正直これぶっつけ本当に頭の中で考えたやつなんで、ちょっと失敗する可能性あるんで、ちょっと何回かやるかもしれない。はい、知れない。まあとりあえず能力上げしとかないと、最初は能力上げせんとやばいんですよね、確か。まだ引き付けない、行くわよ。もう1回呪力支援した次から引き付けで、もう野原ちゃんをガンガン攻めないといけないから、もうどんどん最初から使って、いや最初さすがに使わなくていいか、友達もいいな。まだ能力上げて倒す、どうせ一発じゃ倒せんでしょ。4ターンでしょ、だったら1回上げよう。うん、どうしようかな。いやだったらちょっと待って、これ発動しとこうか。うん、でこれで OK。 一応多分あとはもう引き付け続けるから、呪力支援して、でゆうきくんが次引き付けしてだね。うん、で呪力下がっちゃうか、じゃあもう引き付けようかな。引き付けます、で呪力支援で友なりでおそらく倒せるので、まあ発動しとくか一応。うん、OK、これで1人まず倒して、で呪力支援して攻撃引き付けもします。でもうゆきくんには早々にちょっと退場してもらいたいから、もう一旦ここちょっとためなくていいな。ここはで決まって、一応ためとく、ナナミはためとくわ。で攻撃どうかな。ゆうきくんちょっと早々に退場できんかもしれんな、これ。もうちょっと早めに退場、あーやばいなこれ。ゆうきくんがまさかの、そうか、どうしようかなこれ。ちょっと待てよ、攻撃で倒す、かんざしまだ打ちたくないんだよね、できれば友成。これでおそらく倒せると思う。これでウェーブ2にはいける。でもちょっとナナミンがな、ちょっとあれなんだよな。さて行きますよ。できればゆうきくん退場していただきたいが、まずい、これまずいな。パンダがゆうきくんだけど、ちょっともう一旦あるんだよな。まあ呪力支援はあるから、ちょっとガンガンもうやっていこう。あ、引き付け、 OK、 引き付けだったらこれ一回ここ払うしとくか。引き付け、あとパンダで引き付けたいから、ここで攻撃してんで、ゆうきくん倒してもらう。でパンダ来る、でパンダ1体だけじゃ多分しばらくあれだから、どうしようかな。ちょっとこれ難しくなってきちゃったな。行きますよ。まあもう行くか、これ。とりあえず仲間引き付けやっても倒しに行きます。釘飛ばしで多分倒せると思うので。ああそうか、ちょっとこの構成だったらダメだよ。もうちょっと早めにもうサキちゃんにしてもうやられるってのはありだな、これ。
ゆうきくんだと変に耐えちゃうから、そうか。じゃあこれで、多分これでパンダで攻撃で倒せるよね。いけ倒せ、セイ、よし、オッケー。さあここでローゼスが来る。いやでも後ろに五条先生がいるっていうのはかなり大きいとは思うんだけど、ちょっと学長とかナナミンがなんか早々にやられそうな気がする。ちょっと回復しよう、これ回復して、で次、パンダ引きつけます。これ短出しでいいかな。釘飛ばししとくか。一発釘飛ばしありか。多分一撃じゃやられんから、釘飛ばししてからの、いや待て、待てよ、 43% アップ。あ、じゃあもう簡単し打とう、簡単し打ちます。さあ全てを変える紫五条先生が果たしてどれぐらいなのか。必殺技はね、あの打ったら帰っちゃうから、どちらにしてもあれなんだけど、おらー46番。なるほど、まあある程度ちょっと減らしてくれればいい。でこれで次パンダが引き付けできるので全員耐えてくる。あーやばい、ナナミンがやられる。野原ちゃんでもまあまあ悪くはない。これまだ使わない。これで引き付け、一応ちょっと使っとくか。ちょっとでもとりあえず釘カウント集めて友成打つか。さあ仲間、俺が守る。あーでもそうそう、野原ちゃんやってもよかったかもしれんな。あーでもこれでどうだ。あーそうか、そうか、オッケーオッケーオッケー。いやーこれちょっとあれかもしれんな、野原ちゃん悪いけどちょっと退場してもらった方がよかったかもしれん。能力上げる、友成24万。学長はよくない、オッケー。まあよ、あーあらららら一番良くない、最悪の最悪の状況です。終わったぞこれ。ああ終わっちまったよ。いや強者行きましょう。なるべく頑張ろう。はい頑張ります。これでダメージ与えて、で最後のターンに倒すよ。これ何ターンだっけ。ちょっと待てよ、待て、強者の言う何ターン、ダメージ64%、2ターンね。じゃあもう打った方がいいな。そうか2ターンか。ってことはバフが1回しかかけれないってことね。ブレイクダメージ特に関係ないんだよね、ブレイクダメージは。耐えてよねが体術 15% ダメージ327、100% 敵に251のダメージとダメージ 1.1 だったらこっちだな。まあ一応、いやどうだこれ、紫でどんだけバフが全くかかってないから、ちょっとこれは編成変えてもう一回やりたいですね。5でしょ。まあ次、紫打ったら帰っちゃうからまだちょっと打てないんだけど、残り2ターンとかになったら1回バフがけでいいよねこれ。強者の余裕って2ターンだから、1ターン、そうだよね、1回しかできないよね。あれ 2バフできる2ターンって、いや無理だよね、かけて1回しかかけれないよねこれ。多分楽しくなってきたら打てないもんな。あーそっか、楽しくなってきただと2回かけれるけど、これとりあえずじゃあちょっと次やります。ここで強者の余裕打って、で規格外の紫でどれぐらい食らうのか、観光だったら聞きません。さあどうでしょう、これ火力あれな、1突したらめちゃんこ強くなりそうだね。 25% 五条先生これ相当違いそう。さあどうだ、挙式紫どうでしょう、どんなもん。まあ多分勝てはしない。あーでもな、あこれもあれだわ、バフちょっとかけたら勝ちだわ。定時退社、なるほどね。じゃあもうこれあれだな、よし。じゃあこちらなんか1突五条先生いたんですよ、97 の、 今日あのしかも企画会5、これちょっと使ってみようか。んであのもうね、分かった、もう最初から五条先生出します。もう最初から五条先生いる編成でいきたいと思います。はいこんな感じ、もう五条先生がガンガン敵を倒してもらって、そうだね、まあでもせめてあれか、引き付け野原ちゃんとか、いやでも野原ちゃんだとちょっと倒しすぎちゃうんだよね。でもかといって他のキャラだと、もう最後に五条先生がパンって一旦残して終わるのが一番いいか。ちょっとこれ難しいね、7ターンの間に五条先生火力がどんなもんあるか分かんないからあれなんだけど、
そうだな、まあまあいいか。とりあえずちょっと最初伊地さんにはちょっと犠牲になっていただいて、もう完全紫五条先生で勝ちたいエゴの、まあ、あの本来自分が持ってればね、そのサブとかにやりたいんだけど、やっぱりサポートってなると、まあちょっとなかなか難しいところはあるよねって話ではあるんだけど、まあ別にこれ使わなくていいんだけど、一応まあ使っといていいか。いや使わなくていいな。まあ決まっていきましょい。でこれやればずっと打てる。で引きつけて、まあ、行動支援体術上がってもあれなんだよな。まあ一応攻撃とか。さあこれで伊地さん倒れてもらいましょう。あ、てかあれか、弱点キャラでいった方が良かったかな。あ、まあでもこれで倒してくれ。あ、倒れない。あら、倒れない。そうですか。まだもう一旦あるから、とりあえず攻撃して、まあちょっとでも攻撃、磁力支援、生存本能。さあこれでもう一旦一応伊地さんは引きつけてくれてるんで、そうだね、これ早々にちょっと誰かあれだったな。で今度さきちゃんが引き付けしてもらいます。で攻撃して、まあ、回復してもらおうか一回。でやんのかてめえで、自身にあの引き付けをやります。で決まっていきましょう。いやーこれ本当に自分で持ってたらな、こんな苦労なくいけるのになって思っちゃうね。まあどんどん上げていくか。あ、いやでもだったらもうちょっと一回攻撃して倒しとく。どうせ五条先生にバフかけないといけないから。やんのかてめえ。さあこれで7対3でまだ倒せないよね。あ、でも次倒せそうだけど。さあこれで攻撃受けちゃうんだよ。これがちょっときついな。さあここで五条先生が登場と。さあ行くぞ、こっからだ、こっから始まります。能力上げで攻撃で倒せる多分。で優先すべきはお前だなか耐えてよね、どっちがいいかな。あー、レベル1なんだ、こっちの方がいいか。じゃあ330、そうだね、こっちだね。これでいきます。さあ能力上げ、上げてきます。そして攻撃する。で倒せないか。でも次ゆうきくんで倒せるわ。オッケーオッケーオッケー。で能力上げ、ゆうきくんで攻撃で、次能力がどんどん上がっていってるから、オッケー、一回一旦一殺できる。よーし、さあ次上げてる。で一応もう時間は大丈夫そうだね、時間は大丈夫そうなんで一応これ使っとこう。で呪力支援するか。そうだね、いや防御結界でもゆうきくんずっと防御結界させておくのありだわ。でここでそうだね、一人一回一殺、いいぞいいぞ、これ決まっていきましょう。いい。で防御結界で一応ゆうきくん呪連素術使いたいので、ゆうきくんは絶対守っときたい。で能力上げ、あーできないのか、マジか。ちょっと一旦あれか。あー、じゃあ呪力支援しよう。呪力支援して、で優先すべきはお前で OK。 あ、待って、一回バフ、いや大丈夫か。これで攻撃する。もうバフがけをどうするかだな。もうバフがけしなくていいまである。いやでもいいや、いやしていいか、していいわ別に。能力上げ何ターンだっけ。3ターンで1回でしょ。だ1回能力上げしちゃ、あでもいやダメだな、ここで、いやこれもうやった方がいいわ。これいきます。必殺スキルね、反応だもんね。これねバフがけしたいんだけど、そうするとゆうきくんがやられる可能性が大なんで、もうこれでいきましょう。結構賭けだけどね、これで一撃でいけるのかどうか。いきます。さあいけ。さあ果たして一撃で持っていくことができるのか、サポートの五条先生だけで。さあ果たして挙式紫どうだ、いけるか。うおー、でも足りねー足りんかったな。これ 64% あればいけたのか。あちゃー、さて行きますよ、しっかりしろ、かえちゃー、くそー、これあれだな、普通に私からはあのサブでいたら勝てたな。そうかー、手早く進ませ。まあでも仕方ないよな、これはもう持ってない僕が悪いとしか言えない。これどうだったんかな、もう一回あれだったかな。いやでもな、いや、あーごめん、なんか止まった。
でもしょうがないよなこれ。ちょっとごめん、あの多分訪れしてる、すいません。片付けます。集中するんだ。まあ普通に倒すか、ちょっと倒すてか戦うか。まあちょっと無理だけどね、無理なんだけど、俺あれだね、もうちょいバフが1バフ足りんかったみたいな感じではあるんだけど、これ絶対普通になんか戦い方間違えなければいけたな。まあ一応最後までやりますが、まあやっぱり早々に2人いなくなったのは大きいよね。早々にどうしてもやっぱりサポート出すためにあれだけど、だから逆に皆さん考えてください、これサポートだからね、2人いなくなってもあの火力を出せば全然いけるかもしれないという感じなんですよ。まあやっぱり紫言ったら帰っちゃうっていうのと、あとバフが1回しかかけれないのかな。1回だっけ、あれでもさ、あれ2回掛けできるっけ五条先生。ちょっと待ってね、楽しくなってきた。あ、3ターンだもんね。そう、1掛け1回掛けしかできないのがちょっときついねこれは。だから60何パーセントしかまずバフがかからないで、赤五条先生だと113パーセントアップだから、あ、結構これ重大なのちょっと見逃してたな、申し訳ないです。そうか、だからマックスだと120何上がるはずだから240パーセントぐらい上がるんだよね確か、この五条先生で。紫五条先生だとこれが 70% なんだよね。まあもちろんね、選択肢的に火ダメージ 30% アップがあるから、まあ実質100みたいなもんだけどね。100ダメージがあるんだけど、100上がるにしてもプラス、そうだね、これが1ターンしかかけれないから、そこがちょっとデメリットではある。まあその分やっぱり紫がね、であと必殺カウント2減少っていうのが強いから、そうだね、なかなかいい塩梅になってるねこれ本当に。でやっぱりこれが強そうだね、ブレイクダメージ量 100% 付与の、遠隔の362ダメージということ でさらにダメージ 15% ダウン付与ということで、これがやっぱりデバフもかけれて、まあ、攻撃も強いで、さらにブレイクもできるってことで、やっぱりこっちの方がいいのかな。まあ、これも悪くないと思うんだけどな、体術 15% ダウンと術式 15% ダウン付与。まあでもやっぱり相手にこっちの方がいいのかな、難しいな。はい、まあというわけで今回、紫五条先生ちょっと使ってみましたが、やっぱり強さは異次元だね。かなりのやっぱりその諸刃の剣ではあるけど、それでもやっぱりかなり安定して強いな。なんかとりあえずサブに置いとけばある程度減らせば紫五条先生がなんとかしてくれるみたいな謎の安心感があるから、これはもうあと少しでゲットできるので、五条先生、はい、なのでちょっとよかったら、また見ていただければなと思います。はい、というわけでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録をよくよろしくお願いします。それじゃあお疲れ様さ、バイバイ。